はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッチでございます。5時半になりました。今日はね、別に、本来何もないんですけど、昼寝をしたりですね、電話がかかってきて話し込んだりとかですね、メールで、いろいろ対応したりとかですね、全然こう動画が撮れないなという感じ、もう2時間ぐらいいろんな対応に追われてましたけど、結局ですね、日経平均はマイナス215円で終わっていますね。27,699 円ということで、ドルウォンは今のところドルウォンちゃうわ、ドル円 136.354 ってあんまり動いてませんね。ドルウォンはですね、1312とですね、これお昼午後からだいぶですね、ウォン安方向に、行きましたね。はい、香港どうなったんでしょう。香港マイナス46で戻しましたね。 25,62 というところでございます。さて今日のニューヨークはどうなるでしょうね。はい、時間外は動いてませんね、ほとんど。原油がね 93.83 まで下がってきました。ふーんという感じです。さてそのウォンの国ですけども、シンシアリさんのブログに困難ございまして、ユン政権日韓国防会議体において何か障害物があるならそれについて再検討かっこ再調査したい、レーダー照射問題の再調査を示唆か、それともただの協力アピールかということですね。ちょっとだけ読んでみましょうか。ユン・ソンニョル政権が例のレーダー照射問題などで4年間も中断状態の日韓ハイレベル各局長級以上国防協議体を復元すると言い出しました。連合ニュースとの記事によりますと、いつものこと、日本側が応じればすぐにでもできるとしており、日本が応じないでいるのが問題だのニュアンスです。しかし復元において何かの障害物があるなら、その障害物について再検討再調査すると話しているところがちょっと気になります。言うまでもなく、これはレーダー照射問題でしょう。さてこのユン政権がそのための再検討、いわば再調査に取り掛かるという意味なのか、それとも米国向けに日韓安保協力をアピールしただけなのかはまだ分かりません。まだ記事によると日本からこれといった反応はないとのことです。試験は後にして、まず引用しますということの引用はずっとあって、多分ただの協力アピールと見た方がいいでしょう。票が10枚あるのならこちらに9票は入れたいところです。要はただのアピールであると新社員さんは言うてるわけですね。で、後の1票はどこに入れるかというとですね、最近のユン政権はどうしても前任のムン・ジェイン大統領を北朝鮮関連で追い込もうとする動きを見せています。西海、これは西ですね、黄海ですね。で、北朝鮮軍に銃撃された公務員のこと、北朝鮮に送還された脱北民のことなどなどで、保守支持層において最も歓迎されるのはこの北プラスムン、北朝鮮とムン・ジェインですね、路線ですからと。要はお隣さんの国内でですね、ムン・ジェインと北を絡めてですね、その落ち度を追求するということがですね、お隣さんの国内の保守層にアピールできるということなんですね。お隣の国内に保守層がですね、4割方はいます。しかし今ユン・ソンニョル政権の支持率はですね、その4割を切ってるんですね。 32% とかなって30も切りそうやんということですね。つまり保守層から支持を得られていない、でも保守層から支持を欲しい、支持率を上げたいということで、その手段としてムン・ジェイン政権、前政権がですね、北朝鮮と絡んでなんかずるいこと、変なこと、おかしなことをしてたんちゃうかということをじゃんじゃか追求していきたいわけですね。そのネタの一つがですね、黄海ですね、韓国、韓半島、朝鮮半島からすると左側の海でですね、海に落ちた公務員、韓国の公務員を北が銃殺してガソリン撒いて火つけたという事件があります。これを見過ごしたんちゃうかというのが一つと、
北から漁船に乗って逃げてきたその漁船の乗組員2人をですね、嫌がってるのを無理やり北に送還したという事件がもう一つですね。この2つを柱に今ムンジェイン政権を追い込もうとしてるんですね。そこでなんかですね、法律違反、法令違反を働いたんではないけど、まあいかにも働いてるんですけどね。あのどっちかというとね、北のね漁船に乗ってきて逃げてきた2人を送還した件が多分いけるんちゃうかなと。多分ムンジェインの命令なんですよ。多分その間の人、命令を伝えるような人はですね、自分が罪に落ちたくないんで、あれはムンさんの命令ですってゲロするはずなんですね。だからそこで一発逮捕のネタになるんちゃうかなというのはあります。漁船員、海に落ちた公務員の件はですね、あれは助けに行かなかったのか、報告が遅れたのかとか、そういう意味合いで、あとはですね、その漁船、落ちた公務員がですね、借金まみれになっていたとか、そういう捏造、変な情報を捏造したという罪なんで、ちょっとややこしいわけですね。なんでそっちはちょっと筋が悪いかなという気はしますけど、もともと助けられなかったんではないかなと思いますね。ただ遠くに見えていたというだけで、ただ報告が遅れたとかですね、余計な情報を捏造したというのは罪になるでしょうけども、そっちは立件難しいですね。で、北の2人を特別に送り返したと、嫌がるのを送り返して向こうで処刑されてるんですけど、それはね、見過ごしたやろと、未必の故意やというのもありますし、あとは憲法違反というのもありますね。朝鮮半島に住んでる人は全部大韓民国の国民であるという前提に立ってへんやないかと、なんで韓国で裁判せえへんやったんやという方が、私から見れば理屈がすっきりとしてますんで、こっちでいけるんちゃうかなという気がします。で、さらに出てきたのがですね、2018年の12月ですね、今から約ですね、3年半前ですか、日本の海上自衛隊の P2 かな、P2 かなんかという哨戒機があるんですけど、それに対してですね、公海上でですね、韓国の駆逐艦がレーダー照射 を浴びせたと。これは戦争行為なんですね。もう銃撃ってのと同じ行為なんですけど、それを浴びせた事件がありまして、それについて嘘800を並べてですね、未だに解決していないわけですね。でこれは日本のですね、自衛隊をもう奮撃させています。未だにこう怒らせていましてですね、でそのことについて日本とお隣さんでですね、防衛、局防衛カウンターパート、防衛の 軍のカウンターパートですね、同士のですね、局長中以上の会談ができていないという状態ですね。でそれは向こうからずっと日本のせいやって言うんですけど、まあね、まあまあそれはほっといて、いつものことですけど、でそれをなんとか戻すべきじゃないかというのがこのニュースですね。新社長が取り上げた。でその局長級協議ができていない原因の一つはレーダー照射事件やろと。でそのレーダー照射事件がですね、そのなんていうか、なぜそのね、韓国の駆逐艦が日本の早期警戒機にですね、レーダー照射したのかということについてですね、いろいろ言われているんですけども、どうやらですね、韓国の駆逐艦がですね、北の瀬取りをですねカバーしてたんちゃうかというのが疑いが濃厚に当時からささやかれています。で日本の哨戒機に近づいてもらったら困るからですね、レーダー照射して追い払ったというのがですね、シナリオでございました。それであればですね、韓国は、その当時の韓国はですね、国連決議に違反した行為を行っているわけであって、それがムン・ジェインの命令であれば、これは明快な犯罪であるというふうに持っていけるわけですね。で今のユン・ソンニョルはそれをですね、こう 見ながらですね、調査を始めるんちゃうかとということですね。もしそうであればですね、これは国際スキャンダルになりえますね。かっこ悪という話なんですけど、ユンさんがそういうふうに国単位でものを考えるのか、単なる性的のムンジェインを吊るし上げようぜと行くのか、まあ、それは分かりません。まあでもどっちにしろ日本との関係がまずいんでですね、
そのことについてはですね、せめてこう技術を認めるぐらいのことはねやってもいいんちゃうかなと。でない限りはもう日本の海上自衛隊はムクッとしますから、そんなんやねんお前らみたいな、別に俺はお前らに協力せんでええねんという、そういう、まあ、そういう感じなわけですね。まあ、当たり前じゃないですけど、そんなレーダー照射されてるわけですから、それについて説明されてないわけですね。こっちのせいやとか言ってるわけだって、当然もう怒り狂ってるわけです。そのことを彼らは多分理解してるか、理解してても知らんふりしてるわけですね。でこれがムンジェインを追い込むですねネタになるんちゃうかとなってほしいですね。ぜひねぜひ真相究明してほしいわ、日本側としてはと思います。このシンシャーリさんの貼りませんので、探してみてください。 今トップに来てるかな。ユン政権、日韓国防会議体において何か障害物があるのならそれについて再検討したい、レーダー照射問題の再調査を示唆か、それともただの協力アピールかというタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。